クライド海軍基地はイギリス海軍における作戦基地のうちの一つ。主たる施設が所在するファスレーンはデボンポート海軍基地及びポーツマス海軍基地と並ぶイギリスにおけるイギリス海軍の三つの作戦基地の一つである。クライド海軍基地はスコットランドにおける海軍の司令部であり、 イギリスの戦略核戦力であるトライデント D5、ミサイルで武装したバンガード急原子力潜水艦の母港として最もよく知られている。クライド海軍基地は、アーガイルビュートのゲールイリエ島岸にあり、ファース・オブ・クライドの北、グラス号の 40km 西にある。潜水艦基地はいくつかの施設からなっており、重要なのは次の2つであるファスレーンは、また、 ディフェンスエキプメントサポートの施設でもあって、グレートハーバー及びグリーノックの施設はバブコックマリーンテクノロジー及びセルコデンホルムによって管理運営されている。クライド基地から出港するアーレーバークファスレーン海軍基地はクライド海軍基地の主要な構成要素である。ファスレーンにある海軍の陸上施設は英国軍艦ネプチューンと呼ばれ。 この基地に配属されている紅葉艦船上院ではない海軍隊員は艦船増収部門を構成している。ゲール入り江とロング入り江はどちらもファースト・オブ・クライドから北方に伸びる入り江である。この基地はバンガード級弾道ミサイル原子力潜水艦及び攻撃型原子力潜水艦の母校であり、イギリス海兵隊艦隊防護グループの支援を受けている。この基地には 以下のようにいくつもの部隊が曲がりをしている。基地には3000人の軍人と軍人家族800人、そしてバブコック社の要員が大多数を占める文民勤務者4000人がおり、アーガイルビュート及び西ダンバート社の経済の主要な部分を形成している。ファスレーンは最初に建設され、第二次大戦中には基地として使用されていた。 1960年代、イギリス政府は特別に建造された潜水艦からイギリス製核弾頭を発射するポラリスシステムを購入するべくアメリカとポラリス売却協定の交渉を始めた。最終的に4隻のレゾリューション救援子力潜水艦が建造され、これらの潜水艦はファスレーンを高級的な基地とした。冷戦の後長期に、 ファスレーンはこれら潜水艦の基地として選定されたが、それはファスレーンの地理的位置のゆえであった。ファスレーンは相対的に僻地にあるが容易に航行可能なゲールイリエとスコットランド西岸によって聖域を形成しているからである。この位置のゆえにノース海峡を経由して北、大西洋へ、あるいはジャグギャップ経由で、 ノルウェー海の潜水艦紹介海域への迅速かつ秘匿されたアクセスが可能になっている。この場所はまた1961年から1992年まで活動したホーリー・ロッホのアメリカの弾道ミサイル原子力潜水艦基地としても選ばれた。一隻の潜水艦はいつでも常に紹介中であり、政治的に 不安定な時期には時として、2隻が海に展開していた。1971年、攻撃型原子力潜水艦とディーゼル、動力型小海潜水艦からなる、第3潜水艦船隊ザ・ファイターズと、4隻のポラリス潜水艦からなる、第10潜水艦船隊ザ・ボマーズの母港であった。この基地はまた、潜水艦隊に加わる前のすべての潜水艦に、 対する訓練を実施しており、叩き上げとして知られている。ファスレーンには二つの潜水艦船体が所在する。第10潜水船体第10潜水船体は、弾道ミサイル原子力潜水艦部隊である。1960年代に、イギリスの戦略核抑止の一部をなすポラリスミサイルを、搭載するレゾリューション級原子力潜水艦の部隊として、クライドに編成された。 1980年代、イギリス政府は、ポラリスミサイルを搭載するレゾリューション級を、やはり、ファスレーンを母校とする、新たに開発された、トライデントミサイルを搭載した4隻の、バンガード級原子力潜水艦で置換する計画を、公表した。第3潜水艦船,船体アスチュートが母校たるファスレーンに、初めて入港したのは、2009年11月20日の、ことである。 アスチュートは、アスチュート級原子力潜水艦の一番艦で、2010年8月に、収益した。その他の艦船クライドは、サンダウン級機雷総統艇からなる、第一機雷総統船体の基地でもある。北アイルランド船体の紹介艦艇は、1993年から、船体が解体された2005年7月までファスレーンを基地とした。 武装紹戒艇トラッカー及びレーダーは、今では、クライド基地に駐留し、ファスレーン紹戒隊を形成している。ファスレーン紹戒隊は、ファース・オブ・クライドの高価値観戦に対する海上フォース、プロテクションを提供している。パーサーも同じくクライドに駐留しているが、王立海軍部隊大学に属している。イブニングスター演習は、ファスレーンにおける。 核兵器事故への緊急対応手順に対する年次検証である。この演習は原子力規制局によって実施される。2011年の検証は演習の指揮、統制の側面は適切に実行されたとは考えられない。2013年から2014年にかけて99件の原子炉関連の放射線事故、6件の核兵器関連事故が発生した。 これらは少なくとも6年で最悪の件数である。これらの事故は小規模なものであったので国防省は講習をリスクにさらさずに言い続けている。スコットランド国民党の国防問題スポークスマン、アーガス・ロバートソンはこれらを総じてショッキングと呼んだ。これら核搭載可能なミサイルがあるためファスレーンは各武装解除キャンペーンや トライデントの隙を含むスコットランドの圧力団体によるデモンストレーションを引きつけている。高級的なファスレーン平和キャンプが頻繁にデモが行われている基地ゲート外側にある。ファスレーンの存在はスコットランド政治における争点の一つである。スコットランド国民党が在来型兵器で武装し在来型動力を備える海軍艦艇を支援するための基地を維持することに 対して、保障を与えているが、スコットランド国民党だけでなく、スコットランド社会主義者党、スコットランド緑の党は、核兵器の展開には、反対している。ジョージ・ギャロウェのように、独立運動家の中には、ファスレーン外周での G 行動に参加する者もいる。こうした G 行動は、基地勤務者が勤務のために基地にたどり着くのを、 妨げられるだけの間基地を閉鎖するためのもので、抗議に参加した人々のかなりの数が、非暴力的市民的不服従によって逮捕されている。大封鎖大封鎖は1999年以来、毎年2月第2週に行われており、基地を24時間封鎖することを目指している。このイベントには、数千人もの平和活動家が参加し、 時として350人以上の逮捕者を出している。ファスレーン365ファスレーン365運動は基地における通年の抗議活動である。これはイギリスの核兵器を武装解除するための批判的な公的圧力をかけるための市民的抵抗運動である。しかしながら抗議に参加するグループはファスレーン及びクールポートに 対する直接行動を続けており、131の封鎖グループが参加し、1150人が逮捕されている。ロングイリエのクールポート王立海軍弾薬庫は、クライド海軍基地のもう一つの主要構成部分である。クールポート海軍弾薬庫は、イギリス海軍艦艇のための在来型兵器が貯蔵されているが、最もよく知られているのは、 トライデントミサイルシステムのための役割である。各兵器貯蔵庫のバンカーは山の尾根をくり抜いて設けられている。イギリスが設計、建造した核弾頭はトライデントミサイルに取り付けることができる。イギリスはアメリカ海軍と共有するプールから58発のミサイルに対する所有権を持っている。すべてのミサイルは 弾薬庫から搬出されて潜水艦に搭載されるが通常はキングズベイ海軍基地にあるアメリカ海軍施設で整備されている。基地の建設はファスレーンがポラリス搭載潜水艦基地に選定された1963年に建設から最初のポラリス潜水艦が紹介を始めた1968年までの間に行われた。 安全上の配慮が求められるのと同時に、弾薬庫と主要施設との間を水上で1時間以内の移動で往来できるように、武器の整備、貯蔵施設は、主要施設から最小で1300メートル離れた専用の布団に設けられた。トライデントミサイルプログラムを支援するために、追加施設が1980年代に建造された。ありがとうございます。